5300万円以上の被害が出ました不動産投資を持ちかける詐欺です。不安を煽る卑劣な手口、詳しくお伝えします。今詐欺とか悪い人いるの知ってます？年寄りの一人暮らし、旦那さんがいない人が狙われている。去年9月下旬、上川総合振興局管内で一人暮らしをしている80代の女性のもとに、情報協同組合という団体の目黒を名乗る男から電話が来た。詐欺名簿にあなたの名前が載っている。このままでは危険だ。私たちは名簿から名前を削除する仕事をしているんです。名簿から名前を削除した方がいい。続いて弁護士の今井を名乗る男から電話が。被害に遭わないようにどこかに預けた方がいい。お金を下ろしておかないと危険だ。うまく資産運用しているいい預け先を紹介する。すっかり信じ込んでしまった女性のもとに、翌日不動産投資会社の下坂を名乗る男から電話が来た。不動産投資ファンドを購入すれば安心してお金を預けられる。一口100万円です。女性は男たちに言われるがまま定期預金を解約して現金を用意した。金融機関では指示通りに息子に車を買ってあげる、息子の結婚資金に使うと説明したという。不動産投資会社の下坂を名乗る男は去年9月末、スーツ姿で女性の自宅に姿を現し、1800万円と手数料およそ40万円を受け取り立ち去った。下坂は10月中旬までの間にさらに2回姿を現し、女性から合わせて5300万円以上を騙し取ったという。はい、今回のように複数の男が会社員や弁護士などそれぞれの役割を演じて電話をかけてくるのは典型的な劇場型詐欺の手口です。少しでも不安に感じたり不審な点があったら警察に相談をしてください。